はい、今回は、熱血行進曲のシングルプレイを続けてやっていきます。第1回目から設定したみなもくんの続きですね。続きっていうか途中でやめたんだよなだからこれちょっとがっつりやりましょう。ストーリーは途中まで見たよな。ここかはこの辺は見てるんだよな。僕なんかいて戦力になるのか、行こうか帰ろうか、どうしたらこんなところでため息なんかついて、これもまあ1回目で見た人はねちょっと飛ばしてください。森本、不良高校の中の器用な少年、たくましい男になるため強くなろうと思う運動会に参加。みなおくんも運動会に出るんだよね。ああ退屈な高校生活で飽き飽きしてたからな。森本も出るんだろう。うん、選考会で選ばれるかわからないけど。お、高峰が来ましたね。おーい、お前たちも運動会に出るんだよな。俺は高峰、お前らと同じ1年だ。そろそろ選考会が始まるってよ。高峰、長男気質、熱血チームの情報通、長男気質で面倒見がいい。実は老け顔が悩み。確かね、貧乏なんですよね、彼の家は。で、なんか弟が2人か3人かいるんだったかな。ところでお前ら知ってるか、選考会の種目はクロスカントリーらしいぞ。クロスカントリー？ あ、この弓道を一周する種目だ。いくつものステージがあって、その順位で得点が追加されるんだ。今回の選考会は1位でゴールしたやつが選ばれるらしいけどな。集中力とどれだけステージを有効に活用するかが勝敗の鍵だな。俺も手を抜かないから、お前たちも全力出してこいよ。あ、ありがとう。よろしくね。それじゃあ、運動場に行くか。はい、ということで、森本を使うのか、これでね。レフォー学園主催大運会の出場をかけて、みなもたち、熱血高校1年の選考会に挑みます。選考種目は、弓道クロスカントリー。アメリカの方に減点が多いと試合中で失格になってしまうので注意。レベルアップして能力アップしていきます。みなもんは、みなもんを使うのか。勝利した相手の必殺を覚えることができます。1位なり無事、選抜入りすることができるんでしょうか。ということで、やっていきましょう。わっしゃい、クロスカントリー。もう俺はね、だいぶ鍛えたからな。鍛えたって言っても4回ぐらいしかやってないけど。行くぜ、前らにはもう負けないぞ。とぉー、おりゃ、くそ、あ、おっそ、高峰がはいや、おっと、うわー、うわ、ちょっと下見えなくない、下見えないっすね。あれ、棒どこ行ったんだ、棒っていうか、よし、あれがないね指輪がどっか行ったかわかんないんだけど、これ下出ないのか、しょうがない。よし、行くぞ。さあ、ちょっと落とし入れたいっすね。高峰を落とし入れる。 OK、 やば、おっとっとっと、おっと危ない。よし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 、おー、入った入った、オッケー、危なそう、点数がちょっと低いとダメだったんだよな。 3P 森本、おっと、あー、くそー、あー、くそー、ちくしょう、森本の点数が高いな。そう、ヤンキー、ヤンキー1番、よし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 、うわぁ、しまった、なんでいつも3番そう、森本を落とし入れないといけないのに。まだまだまだちょっと時間あるからな、まだちょっと大丈夫でしょう。うわ、危なっ、おおおおお、あ、くそ、あー、くそ、2番、まあいいや、2番チェックしとこう。おおお、争え争え、おおおおお、よし、俺が1番にさえなればそれでいいんだ。わあ、高峰がなんかちょっと厄介になってきたな。よし、危ない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 、オッケーオッケーオッケー、1番チェック1番チェック、よしよしよし、潰し合い潰し合い、よし、ちょっと点数が、よし、頑張るぞ。ディリリティーリーディリリリリリ、よし、さよなら。お、コースアウトでちょっと減点させることができるんだよな、多分。
か。一条を潰したいな。おお、よし、これで一番になれば。オッケー、よし、よし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 、上がれ上がれ、よし、一番チェック。さあどうだろうか。あー、誰も武器持って、あー、ちょっと武器がいるんだな、こっからな。あー、そう、ほらー、わー、待てー、早い早い。おっと、一番チェック。ふー、よし、107ポイント。おおお、いいよ、稼いでるよ。よし、キラーン。アイテムも取っていかないと。アイテムを取ることによって少し点数が1ポイントもらえるんだったかな。あ、コースアウトするか、大丈夫か。とよし、さあなんとか蹴落としたいな、ここで。おら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 、オッケーオッケーオッケー。1、弱いな、弱。殴ることでちょっと点数が入りますからね。ちょっとこれを少し殴らしといて、ドッドッドッ、よし、コースアウトさせて、よし、オッケーオッケーオッケー。一番で、まあとりあえずね、この初回ぐらいはね、なんとか1位取らないとね、いつまでたっても進めないからな。前回は途中でリタイアしちゃったからな、なんか早く戦いたくて。よし、こっからだ、問題はこっからっすよ。やっぱここはいつもの通り下を降りていこうかな、俺は。オッケー、危な、よし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 。ドリンク絶対飲まないよね、コンピューター。地上がやばいんじゃないか。よし、とっ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 と、あ、しまった、ちょっと動きが鈍かったけど、難なく1位でゴールするんじゃないでしょうか。ダーン、よし、ふう、まあまあここは勝っとかないとね。あー、ゲームセット。よし、途中経過の点数も取りつつ、1位も取りつつ、はい、そこまで。桃園選考会はこれでおしまいだよ、結果をどうぞ。よし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 、すごい、この辺で大会優勝。選考の結果はキャプテンから発表があるからね。よし、今度は俺が選ばれるに決まってるだろう。だらららら、おお、強そうだな、クニオ。マジで次元の気合を見せてもらったぜ。全員合格だ。ピュイ、みんなおめでとう。じゃーん、モゾの元気いっぱいおてんば娘、喋り方のあざとさが抜群なチームのアイドル、天真爛漫。みんなのマネージャー、犬のモモゾノだよ。イケイケ熱血ファイト。なるほど、二つ結びですな。全国からチームの人数は6人だから、今のところ4位だった高峰は補欠だ。なるほど、ガーン。もちろん運動会まで強くなればレギュラーを入れ替えることもあるからな、気を抜くなよ。精一杯頑張ります。そういえば俺の紹介がまだだった、俺はキャプテンの国尾だ。ここで国尾が出てくるんですね。明日からビシバシ行くからな、覚悟しとけよ。皆さんご存知、熱血硬派、人情に熱く、仲間思い、頼りにされる正義の不良。赤いシャツ着てますな。皆さん優勝のみ、いくぞ。おー、よし、なるほど、こういうストーリーになってるのか。てっきり国尾が主人公だと思ってたよ。よし、運動会に向けて頑張らないとな。じゃーん、七瀬、心優しい姿の親友で不良ではなく普通の学生、霊峰学園に大切な弟分がいる。弟分か、おとなしのこと。元気な位でも入ってきたし、俺もうかうかしてられないな。おい、お前、東堂の部下その1、常に覇気がない、稼ぎになるので下腹気中、小芝、悪道1号。へえ、俺こんなやついたっけ。エケス高校の7世だな。なんだよお前ら、
ねえねえ、ミト、東堂の部下その2、面白いですがよく言うと無邪気。クニオってやつを運動会に出られないようにしてよ。は、俺がクニオさんを裏切るわけないだろ。へえ、松田がどうなってもいい、あ、松田がどうなってもいいってことだな。松田、あ、松田ってやつの親友ってこと、弟分。加減者が大切そうだが、犯人は退学って噂もあるとかないとか。だからせいぜい頑張ってよ。待てよ、また話を聞こう。クリエイトで新たなキャラクターが選択可能になりました。高峰、ほうほう、スピンアタック、なるほどね。期待の新人のトロフィーを手に入れた。お、森本もだ、ほうほう、なるほど。おお、これで使、あ、クリエイトの時にあの入れられるってことか。え、ちょ待って、助手したパラメータの確認と獲得した必殺技の入れ替えができます。ほうほう、あ、ここでできるのか。必殺技、スピンアタック、やっぱスピンアタックだよな、強いもんな。必殺技にハリケーン、武器持ちダッシュ中にパンチ、あ、これいいじゃん、これにしよう、これ強いもんな結構。あ、上昇したパラメータ、ああ、なるほど、これだけ上昇したってことね。はいはい、わかりました。なるほど、 OK、 入れ替え終了します。よろしいですか。はい、よっしゃ、強くなったぜ。練習試合2戦目、霊峰の脅威。ほう、よし、一条、みんなもう気合い入れろよ。ダーン、クズ型、国を慕っている爆弾男、実力十分だが単細胞なのがたまに傷。そうなんだ、単細胞なんだ。おあの顔ですよ一条くんの。おし、そろそろ休憩するか。はあ、はあ、疲れた、やっと休憩できる。一条くん、お疲れ様。ジキシッ、だから来た新米ヤンキー、都会のジムから不良を始めました。なるほどね。お、桃園さん、俺超頑張りますから見ててくださいね。不良の割にはみんなスポーツマンですよね。っていうか、あの、この世界観、この不良たちってみんなあのスポーツマンなんだよな。サッカーやらなんやらやるもんな、ベースボールだったり。不良じゃねえんじゃないか。皆さん大変です。お、ヒロシが来た。これは噂のいじめっ子ヒロシじゃない、いじめられっ子ヒロシじゃん。国を尊敬し不良に憧れる優等生、趣味はヤンキー映画の鑑賞。ヤンキー映画なんてもうクローズぐらいしかないだろう。なんだか怖そうな人たちが運動会に出場するメンバーを探しています。おお、来た来た、あらら、礼法四天王が来たよ。エキスボーの皆さん、ごきげんよう。あ、レイカじゃん。超大富豪、五条院家のご令嬢、テニスの腕はプロ級、わがまま生活も性格もプロ級、わがまま令嬢レイカ。霊峰学園が練習試合に参りましたわ。練習試合は来週のはずだろ。ん、おかしいですね、今日練習試合を申し込まれたはずですが、こいつこんな喋り方だったっけ。小林、四天王のトップ、元御曹司、インテリ系ヤンキー、家が潰れてちょっと拗ねている。もしかしておじけづきましたか。なんだと、モゾノ、お前が連絡したんだよな。あれ、確か来週って言ったはずなんだけど、日に間違えたのかな、みんなごめん。モゾノ、おちょこちょいのモモゾさんも素敵っす。せっかくここまで来てやったんだ、鬼塚じゃないですか、鬼塚。この熱血物語に出てきますよね。霊峰学園の前生徒会長、男らしく真面目な性格ゆえに昔山田に騙されたこと、その次が、山田になり、その次が東堂になったんですよね。やるのかやらないのかどっちなんだよ。おや、そういえば国男がいないようだが、お前たちだけで大丈夫なのかな。お前たちごとき国男さんがいなくても問題ない、練習試合やってやろうじゃねえか。一条、みなも準備しろ。はっ、うっす、国男さんいないけどやるしかない。面白い。
なるほどね、私のせいで急に試合になっちゃってごめんなさい。よし、気を取り直して1年生のために簡単に種目について説明するね。クロスカントリーは大丈夫だよね。障害部屋もそれと同じで各ステージを早く駆け抜けて1位を目指すよ。いろんな仕掛けがあるから注意してね。たまり競争は2つのチームで協力することになるよ。高いところにある球を割りに行くのか床で戦うか気にしない。カジノ客とその名の通り上がって最後まで勝った人が1位になるよ。ダメージを与えて倒すだけじゃなくて場外に落とすのもありだからね。クリオさんはいないけどみんななら大丈夫だよね。8試合頑張ってね。もうそこまでやっちゃう。チャキーン、おーおー、4回戦までしっかりやるんだ。お、レイカも参加すんの？レイカ参加するんだ。あ、これ女も入るんだ。わあ、これ硬派な、ただ硬派な運動会と思ってたらところがどっこいですね。みんなも弱。うわ。どうしよう。森本姿持っていくか。よし。うわ、レイカ殴るのか。女を殴る趣味はないけどな。ここは割り切るしかないですかね。すげえ。てってれてっ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 て、早いなみんな。オラオラオラ、オッケー。すげえ、レイカ。いいんだろうか、女を殴って。オラ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 、オッケー。オッケーオッケー、危ない危ない。レイカ早いな、足意外と。よし、1位になった。オッケーオッケーオッケー、よし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 。レイカが意外と点数を稼いできてる。デュルー、よし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 、いいねいいねいいよ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 。よし、なるほど、望月か。あー、 3P、 市川がディリリリリリリ。よし、コースアウトした。いや、オッケー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 、いいですよいいですよ。しかしさっきからなんかずっと俺クロスカント…おほほほ、レイカ意地悪い、悪い、意地悪いな。なんか女の子がいるだけでちょっと違いますね、華やかだな。あ、フルーカ、あ、おおおおお、すげえレイカ性格悪い。性格悪い、レイカ。わー、しまった。わー、おとととと、当たったじゃねえかよ。よしよしよし、2番チェック、2番チェック。あぶねー、望月か、やっぱり厄介だなお前は。よし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 、オッケー、よし、オッケー、よし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 、よし、武器を取られた。すげえ、レイカ。レイカのあの壁の登り方やべえな。おっとっと、オッケー。レイカ。レイカ面白いわ。と取っていこう。わ、すごい。よし、これでなんとか1位になって、ここはちょっともう登らずにそのまま降りていくか。よし、コースアウトしろ。オッケーオッケー、早い早い。出れて、あ、しまったしまった、くそ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 。ちくしょう、ここで振り向いたら当たんないんだよな。クソ、俺の姑息な技を。オッケーオッケー、よしよしよし、コースアウトコースアウト、よしよし。市川鉢巻き締めてるもんな、あいつ超気合入ってんじゃんね。早い早い早い、姿早い。よしよし、いいぞ。わあ、望月も結構点数稼いでるなあいつ。俺ほどじゃないけど。よし、俺はいつもの通りここから行くぜ。
てんてててててて、おお、市川が、市川が、他武器を持ってない方が早いんだな、泳ぐときは。なるほどね。てる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 、当たれ、オッケー。あ、武器欲しかったけどな。まあまあまあいいでしょう。ふう、勝った。よし、よし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 。はい、そこまでーつー。クロスカントリー第1回戦これでおしまいだよ。結果はどんな、こんな感じになりました。霊峰運動部、おー、じゃあいい感じ。よし、クロスカントリーは終了です。次は霊峰元生徒会、509ポイント、私たちが1位。おほー、まだまだわからないの。相手がほんのちょっとしか実力を出してないかも。なるほどね。うわマジか。ちゅうか、あのレイカのあの格闘大会の戦い方がすんごい気になりますね。よし、レイカだいぶ減らしたからな。次はさあ、鬼塚森沢2番手を出してきてるな。七瀬で行くしかないな。そしたらよし、さあ、おお、なんか見たことないやつばっかりだな。オッケー、危ない、オッケー。おお、あいつなんかエルボー、ものすごい、あの格闘伝説でやってた技をなんか、あーやー、くそ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 、おー、ひゃー、オッケー、おーとっとっとっと、おー、あいつ、うわー、くそ、技、技多彩だな。うわー、しまった、オッケー、よし、よし、よし、さあ来い、今回、うわ、あーった、うわー、くそー、なんて下手なんだ。オッケー、わー、あの顔ですよ。よしよしよし、男も女も関係ねえな。おっとっとっと、危ない。よし、あー、しまった、お、来た来た来た、クソ森沢。わあ、うわー、こいつ結構やりやがるな。うわ、うわ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 、オッケー、いた、俺いた、いたいたいた、やった、たたたた、よし、右や、1位チェックしとこう。うわ、潰し合い潰し合い、来た来た来た。森沢なんかむっちりしてるよな。早く来いよお前たち。あー、これ時間切れになって失格しねえかな、どっちも。おおおおおおお、20 19 18 17 16 15 14 10、あー、ダメか、間に合うなこれは。早い早い、キン、おしおし、当たった、オッケー、よし、いいね。七瀬もでも結構減ってるな、鬼塚に比べた。鬼塚のあのパワーがすごいんだな、さすが元生徒会長。森沢がやばいじゃん。だけでーだけでー、よしよしよし、ハフハフ、うわ早い早い、あー、おっと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 、おっしゃ、オッケー、よしよし、あー、そう、いやー、ここだここ、あうー、マジ、うわ、見えない見えないっす。
ーやばい、これはやばいぞ。森さん抜けるかな。森さんが変なことしてくれれば助かるんだけどな。あーダメだった、2位だった。うわーうわー、最後にまさかあそこでエルボー食らわされるとは思わなかった。どうなった？150点。さあさあ、あーだいぶちょっと差が詰まってきたな。ここでしょう、棒の上の玉割り。これちょっとここでちょっと姿を出しときたいけどな。パンチがある。高峰もそこそこパンチがあったんだっけ。森本高峰あたりもなんかパンチ威力があったような気がするな。まあいいか、よし、もう玉割りに専念しようかな。ちょっとある程度蹴散らして、誰と組？お、霊峰と組？小林と組か。いけ、うわ、トウいた。うわやば、あ、しまった、やばいぞ。うわあ、うわあ、うん、まあいいか。あーでもちょっと点数がなー、しまったなー。一応点は取ったけど途中経過で詰められたなー、失敗したなー。おお、3回か、たまわり1回だけなんだね。よし、ここでちょっとみなもくんを出そう。これって最後の賞あんのかな。もしそれがあるんだったらちょっと話は別ですね。舐めてるやつでしょう、いただく可能性があるからな。まあ練習だからな、練習試合だからいいと思うんだけど。トウトウアチョー、終わった、マハタタキ持ってるやつがいる。あぶな、よし、くらい、いやがれ、ほら、うほう、みなもくんがやばい。おお、誰か落ちてった、あいた、うふう、ゲブ、あ、平か、強いなあいつ結構。おし、いいね、危ない、ほら、うー、やばい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 、うわめっちゃ強え、ワンパンやっぱ平を先に倒しとくべきだったんだ。レア、霊峰四天王、くそー、姿出そう。よし、姿でもうバリバリやっつけよう。攻撃力あるからな、まあ、捨て試合だと思って。よし、あんとこ、おお、いいぞいいぞ、有利だ。うわっ、目立つな俺。オッケー、うーほー、いた、マハパンチ持ってるやついるのか。あー、くそ、潰された。うわー、1弱、オッケー、うわー、くそ、とー、うわ、オッケー、おし、オッケー、ドラー、いいよ、オッケー、シャー、見たか見たか、最強、ふう、キャラ下がったな。
キャーすごいすごい、どうして勝てちゃうの。霊峰運動部が2位か。きついな。高峰を出すか。よし、あれちょっと待ってよ、必殺技わかんねえな、なんだったっけ、忘れちったな。高峰の必殺技ドリンクがあった。ドリンク捨てるか。でもあんま変わんねえな。なんかあったらやばいから捨てとこう。うわ、あ、これか、スピンアタックか。うわっと、あ、くそ、あ、チキチキ、オッケーオッケー、よしよし、いいぞ。うわっ、うわー、くそ、おっとと、オッケー、うわっ、よし、オッケー、うわわわわわ、結構攻撃力あるね。え、転死した、不思議な技を使うやつがいる。よし、おらー、よっしゃー頑張った。はい、そこまで。スピンアタック、スピンアタックだけだったか、技は。ファイトだよ。よし、4戦目これで終わりか。1位、私たちが霊峰学園勝っちゃったの。どうしよう、何するか分かんないよ。今日の練習試合終わりだよ。遠路はるばるありがとうございます。強かった、頑張ったようですか。これだけでバテてしまっては困りますよ。お前ら負けただろ、俺が勝ったじゃないか本戦で足を引っ張るだけですね。ちょっと手を抜きすぎてしまったな。だが俺たちはまだ半分も力を出してないぜ。なに、マジか、何度か勝てたってことか次は私たちの本気見せて差し上げますわ。うわぁ、颯爽と帰ってったな。おうおう、動いてる動いてる、なんだあの中、疲れた。何の音、お、来た来た、おお、あの顔ですよ。タタタタタ、おい、お前らどうした、ボロボロじゃねえかあの顔、神妙な顔してるじゃんこのざまです。レオの奴ら、俺のいない間に好き勝手しやがって、絶対許さん。俺らが弱いのも問題だ。おし、今から練習するぞ。え、今からですか。当たり前だよ。まずは工程10種だ。行くぞ。ボタン。お、消えた消えた。クリエイトで新たなキャラクターが選択可能になりました。木下。お、木下が。やった。平。わあ、すごい。霊峰の脅威。お、ブーメランシュート。ははーん。ブーメランシュート、真っ叩きまで。やった。お、ジャンプエルボーですね。人間ドリル。わ、こいつ強いよな、鬼塚。人間ドリルとジャンプエルボー強いよね。松戸、変身技。はぁ。二段ジャンプ。お、レイカまで。二段ジャンプ。ホエホエシュート。なんだ、ホエホエシュートって。お、森沢、稲妻シュート。おー、なるほど。フリーバトルとオンラインバトルで新たなチームが選択可能になりました。霊峰四天王チーム。おお、これいいね。強そう。霊峰元生徒会チーム。あ、これも強そうだ。フリーバトルとオンラインバトルで新たなチームが選択可能になりました。あ、そうか。こうやってチームを増やしていくわけですね。そしたらまたフリーバトルのネタが増えるな。新しい必殺技を獲得しました。ははーん。上昇したパラメーター。ははーん。獲得した必殺技の入れ替えができます。なるほど。これで必殺技の入れ替えができると。
これはまたちょっと次回に続けてやりますんで、今回はここで終了します。